はい、皆さんこんにちは、庄司チャンネルです。お疲れ様です。おめでくん、さえちゃん。せーよ。周りの人ビクッて。ついに庄司チャンネル、あのディズニーで復活ということで。はい、わかりなさい。はい、ようやく復活しました。まあ、今日はあのカイチャンネルの方で、ずっと撮ってたので、まあ、今実はね、あのソアリン、もうディズニーシーに来たら絶対にもう乗るべき乗り物、ソアリンにみんな乗ったことないっていうね。さえちゃんは乗ったことないんだよね。ないです。いつも列が長いので諦めてます。そう、よく来るけど、よく来るけど並ぶのが嫌で、これ乗んないと帰れないですからね、シーは。そうさっき斉藤くんも嫌がってたじゃん。これは好きがいいんですよね、やっぱり。もう2時間は待ちたくないって言ってずっと叩こねてたんです。なんか半切れだったの、切れてたなんでなんすか。ソアリンだけはやだ。2時間は待てない。2時間は待てない。楽しみですよ、初めて。初めてどういう感じなのかもわからない。楽しみです。いや本当にいいですよ。さえちゃんはいつからもうすぐ行くんだよね。はい、あと2週間ぐらい。いや本当最後の最長寿チャンネル、あと、はい、いろいろありがとうございました。最後にあのぜひおすすめの、どこでも少女おすすめのソアリンだけはちょっと乗ってほしいということで、はい、斉藤くんの反対を押し切って、あのソアリンに乗りたくてしょうがなかったんで楽しみですね。ああ、パチンコとかでも並ぶでしょうって、ね、それとは違うんですよ。パチンコなら普通に徹夜とかできたんですけどね。あれは仕事ですから。ソアリンの2時間は違う。ちょっとあの待ちながら、はい、いろいろちょっと話して、なんかありますか、さえちゃん。ここ雑だな。パスが雑だ。ちょ、大森くんも入ってよ。はい。あ、そう、いいっす。お邪魔しますか。うん。でもやっぱこうやってさ、みんなでこうやってやると、やっぱアメリカとか思い出すよね。確かに、こんな感じ言ってないけどね。言ってないけど、こんな感じでしたね。な感じでね、俺たちカイチャンネルやってきたしさ、ガスベガスっぽいですもんね、背景もちょっと。確かに確かに、すごいね、この空が広がってる感じがかなりラスベガスっぽいよね。ね、いい感じだよね、斉藤君、さえちゃん格好も確かにこんな感じするもんね。確かに。あれでもカイさんちょっと身長ちっちゃくなりましたね。そう、そんなことない。あ、本当ですか。なんかすごいちっちゃくなってる。気のせいで。気のせいですか。じゃあラスベガスメンバーで楽しんでいきましょう。楽しんでいきましょう。最後ね、感動の、まあ、乗った後多分テンション上がると思うんで、乗って後にちょっともう一回撮って、みんなのね、感想聞きたいなと、はい、十分、はい、思います。いやでもせんちゃん、これさ、並びながらでも景色がめっちゃ綺麗だね。癒されますね。ちょっと休憩できるような場所で。ちょっと一瞬、はい、座ろうとするとすぐ動いちゃうので。ファンタスティックフライト。ファンタスティックフライト。すごい綺麗なお城に今入ろうとしてます。これはどこの国がモチーフなんですか。いや、なんかヨーロッパ的な。なるほど。もう大人気で。はい、くるみさんもね、なんか C に来たみたいなんですけど、ソアリンは乗らなかったと、待ちすぎるからと、これはもう乗らないともったいないですよ。どういうアトラクションか全く分かってないので、なんか飛行機、なんかライト兄弟的な。確かにフライトって書いてありますもんね。空飛ぶんですよ。そう、空を飛ぶ、世界中を飛びます。世界旅行に今から行きます。なるほど。ぜひその、旅を、はい、世界旅行を楽しんでください。はい。あともうちょっとです。はい。
ソワリン前に本気出してるんですか。はい、うん、どうですか。はい、ちゃんといい感じ、いい感じです。大丈夫か体調は。大丈夫です、バッチリです。体調悪い時あんの。いや言わないんだよね。あ、体調悪いか、体調悪い時、うん、そのなんか限界が来て、うん、あの本当に不具合が起きるまで大丈夫ですって言うよいつも、うん、でもそんな体調崩したことあんまりなかった。あるよ、後から聞くと、うん、あの時実はめっちゃ体気分悪かったっす、うん、沖縄とか、沖縄とかビューと超々崩してる。そう、ラスベガスの時も何回かあったっす。あのここだけの話なんですけど、うん、あのメインネザーと会が設定した時あったじゃないですか。あ、あのメイヤーさんの時、あの時さやちゃん死ぬほど体調悪かったの。けどそれも言わなくて、大丈夫とか言って、誰が見ても体調悪いのに。ダメじゃんさやちゃん、ちゃんと言わないと。そういうとこありますからね。心配してほしくない。いやでもバレてる。バレちゃった。バレちゃった。今体調悪いです。ちょっと今体調悪い。ちょっと体調悪いです。モルクス、何の漫画なの？これはね、うん、神様の言う通りっていう漫画ですね。おお、なんか深いね。なんか宗教？いや全然違います。なんか安いホラー、安いパニックホラーものです。パニックホラー、はい、何それ、そんなのなんだ。そういうね、学園パニック系ですね。あ、そうそう、バトルロワイヤル的な。あ、そう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 、まさに。うわ、なんかバトルロワイヤルとか強そうだね、おまりくんになったら。いやいやいや、僕はあのチキンなので。もうやっぱ2時間もねソワリに習わされると、それは漫画ぐらい始まりますよ、ね。いやいや、どういう時間の潰し方って人それぞれあるから、そう、それはちょっとね、ちゃんとあのシーモア、シーモアコミックスで買ってますので、ぜひ。おすすめです、シーモアコミックス。さえちゃんはさっき何見てたっけ。なんかメイクの、メイクの動画を見てました。どんなの、あのメイクのやつ。細かいね、この人ですよね、この人の。そう、やっぱメイクとかね、はい、海外と、ね、日本って全然違うでしょ。はい、海外のやつを見てます。メイクもね、はい、すごく好きなんで、はい、いつもほぼ毎日メイクしてますので、まあ、すっぴんの日も、うん、でもあれ、カナダ行ってもあれでしょ、インスタは更新してくれるでしょ、インスタグラム。はい、インスタは更新します、うん、ちゃんとメイクして更新してくれ、はい、ありがとうございます。ということでね、もうそろそろ、到着。斉藤君もお疲れ様でした。お疲れ様でした、はい。ようやく長い戦いが。いやー、全然早かったですね。あっという間。ソワリン楽しみすぎて、あっという間でした。さすがです、はい、ね。ワクワクしてます。はい。さあ、それでは行ってきます。さあ、ソワリン乗り降りました。やばいやん、ソワリンさん、やばいじゃないですか。やばいでしょ。舐めてましたわ。もうすごいや、マジで。なんか思ってた、なんか1000倍ぐらいすごかった。マジで舐めてた、本当に舐めてた。わかるよ、2時間守っても。すごいわ、これは。僕も本当にそう舐めてて、完全な手のひら返しなんですけど、とてつもなく良かったです。そう、1回は乗るべきでしょ。いや、すごいね。あ、2時間か、まあ、2時間、まあ、1時間くらいだったら、1時間くらいだったらね、ファストパスとか、そういうなんか今、ね、2000円でなんか優先のお金が取るみたいな、そういうの購入されてすっていうのがいいのかなと。サイリーはどうだった？楽しかったです。待って、良かったです。2時間良かったですか。元気になったね、ちょっとね。ちょっとね。美しい。すごい。すごい。最初の方でもびっくりした。これね、僕もそうなんですけど、いくら口で説明されても、分かんないよ。伝わんないよ、本当に。口じゃ無理。乗ってからですよ、話は。話は乗って、話するのは、ソワリーの話は。だから、俺、庄司さんに、実を言うと、なんか、もう、アメリカ帰ってきてすぐぐらいに、
さえちゃんにディズニープレゼントするって話決まってた時にすごいいろいろ話してたじゃないですか。その時はちょっとソワリソワリって言ったら、マジで1ミリもピンときてない。今やっと分かった。2ヶ月越しに分かりました。ディズニーの見方とかディズニー理解してない人とか乗せたら価値観変わるよね。いやすごいですね。なんか本当にあれっすね、そのさっき翔平さんと話してたんですけど、ディズニーって映画の会社じゃないですか。その映像とかそういうなんか、そう映像系のエンターテインメントに特化してる会社なんで、多分世界一だよね。 ああいう技術力とか、すごいんでしょうね、きっと。なんかもう分かんないですよ。そういうなんか、それぐ、とんでもない技術を駆使して多分作ってるんでしょうね、もうすごい。僕らシンプルに舐めてましたよね。ディズニーシーというものを、ソーリンというものを舐めてました。申し訳ございません。いやいや、もうこれぐらいね、ちょっとみんな衝撃受けてくれたということで。ビッタはマジで、これ庄司さんマジで誰に説明しても伝わらないと思う。本当に無理やり引き込んで、ようやく手の広がりし、斉藤君仕事言えなかった。切れてたよね。2時間の無理ですって。途中黙っちゃったもんね。切れすぎて怒っちゃったよかった。いやいや、そう、これ乗らなきゃCに来たとはね、言えないぐらい、素晴らしい。最後の締めにいいかもね。いい気持ちで帰れそう。いやね、さえちゃんもありがとうございました。チャンネルでとんでもないです。はい、ということで、さえちゃんのディズニーランド、ディズニーコメントCの、みんなで思い出をということで、ソワリン乗せてみた。さえちゃんソワリン乗せてみた、が無事成功したということで、はい、ありがとうございました。さえちゃん、カナダでも、ぜひ元気で頑張ってください。はい、頑張ります。ありがとうございます。ありがとうございます。それでは皆さん、またお会いしましょう。さよなら。